はい、皆さんおはようございます。おはようございます。 DIY ドラゴンの鉄でございます。はい、ですね、40歳のおっさん軟弱化計画が進行しておりますあのですね、車朝通勤でいつもは自転車が多いんですけども、たまにこう車乗って思うのは、冷たいものが2つあります。はい、1つはハンドル握った瞬間に冷たいと思うのと、あともう1つがシートでね、軟弱化計画ということで、こういうものをアマゾンにちょっとポチってみました。ポチッペン、ヒートウォーマーっていうのかな、ヒートウォーマーっていうのかな、まあ電気座布団だね。うん、こうじゃなくて分かりやすい言い方をしますと、これあのだから 12V の車用のやつで、はい、意外と安かった。で、果たしてこれがどれくらい暖かいのか使ってみます。はい、というわけで、はい、どれくらいで暖かくなるか起動実験いってみましょう。はい、そこでアイテム、はい、これ温度計、よし、じゃあやってみましょう。はい、はい、ちなみに今の温度はこれ見えるかな、画面が見づらいですが 1.5 度、寒っ。じゃあ電源入れてみましょう。はい、電源入れます。オン。さあどうだ、どうだ。はい、温度が上がってきましたが、一気に温まるっていう雰囲気じゃないね。はい、温まるの待ってる間にちょっといろいろ細かいとこ見てみようかな。こうシートのね、四隅にこういうなんかフックがありまして、これもいろんな椅子に応じて使い方によって固定したりするのかな。つってもこれコードの位置があるから、どっち向きになるか、まあこれは車によるな。お好みの位置にするとして、表面がね、映像で伝わるかな、これね、子供の頃ね、こういったの落書きしたやつだ、こうやってピーって、これなんか絵描いてよく怒られた。こんな感じ、なんて言うんだろう、何字って言うんだろうね、ちょっと分かりませんが、みーみー、面白いねこれね。これどんなのかな、よいしょ。今電気つけて1分ぐらいか、うん、スイッチ入れて1分ぐらいですが、あったかい、あったかい、ほんのりあったかい、ほんのりか、あのね、めちゃくちゃあったかいわけではありません。はい、だけどほんのりあったかい。あのどんな感じかっていうとね、あの一つ比較になるのはあれだよね、電車の椅子、電車の椅子、父ちゃんの大好きな京王線とかね、あれはめちゃめちゃあったかい。ですけども考えてみて、あの温度って1時間2時間座ったらかなり酷な温度だと思うんですよ、うん、できればこれはそんぐらい暖かいといいなって一瞬思ったんだけどね、あれで長時間ドライブしたら逆にやばいかなと、低温やけどになっちゃうかもしれないので、これね、あれ他の人が座っててどいた後にまたストッと座った感じぐらいの温度、人肌、あ、もうちょっと暖かいな、あ、だんだん温まってきた。おう、これあれかもしれない、さっきは人が乗ってない状態だと放熱の方が大きかったのかもしれないけど、座ると困るのか、そう、困るからね、あったかい、結構あったかい、あのお尻の中心あたりが主にあったかいです、真ん中すごいあったかいこれいいな、あったか、あったかい、どこが一番あったかいんだろう、ここだね、やっぱりここが一番あったかいです。意外とこれ柔らかいから、うん、もうちょっと昔のやつなんかゴワゴワした気がする。昔使ったんだよ、ちょうど良一くんぐらいの頃、受験勉強にってお袋が買ってくれてね、うん、夜勉強するのに使ってたんだけど、あれ結構ゴワゴワしてて痛かったんだけど、うん、これすごい柔らかい、柔らかすぎるぐらい、むしろこんなのよく大丈夫だな、これよく、これ、うん、これがあったかい、はい、個人的にはこれ秀吉くんと名付けたいありがたいアイテムです。なんか家の中でも使いたいね、今のよく早朝4時とかに起きてパソコンで動画編集やってるんですけども、ストーブつけようが何しようが椅子が冷たい、だからね、椅子に欲しいです。はい、あとこれバイクで使えないかな、それいいねバイクでこう挟むんで使ってみたい。おー、あったけ、というわけでどうもありがとうございました。ありがとうございました。